僕でいいですかね。じゃあ始めていきたいと思います。今日のガイダンスは、ちょっと待ってください。答案作成力を身につけて、苦手薬局、これですよね、佐藤拓也の論文答案作成力養成講座の一応ガイダンスってことでお話をさせていただきたいと思います。担当レッスンに講師、上西佐藤です。こんにちは。この講座の中で何をやるかっていうところですけども、基本的に私は2年目の講座で論文でやったことが相当ないですね。多分 5,6 年やっていないから、論文系についてはね。で、担当系はよくやっていたんですけども、今2年目の講座をやっておりませんので、具体的にはね。だから入門を取ってどうするんですかって方に対しては、これが多分初めてになるんだと思うんですよ。今年はこれしかないとなってるんで、これを初めてでありまして、あとは担当やるかどうかってまた別なんですけどね。それ以外はこれってことになりますんで、中身を少しお話をしたいと思っております。で、今日まずやっていくのはレジュメがありますんで、これを見てもらいたいと思っております。で、これに従って話していきますんでね。で、ちょっと見てくださいね。で、論文式試験は難しいんですかって書いてあります。受けた方はたくさんいらっしゃるんで、受かってたら多分来てないですよね。だったら一般的に難しいのかなっていう感じはします。だけどこれちょっとね、言うとまだ批判の種だから言いたくないんですけど、旧試験の時と今とだったらどうですかというと全然傾向違いますね。で、旧試験の場合は論文式試験がべらぼうに難しいっていう感じがしました。で、担当がそこまでないから、どっちかというと今は逆ですかね。択一突破が一番難しいですかね。で、論文はそうでもないかなっていう感じはするんです。で、どうしたかなっていうと、いくつか書いてあります。で、昔は素点採点だったんですね。素点で60点で一応通過しないとダメですっていう、時代でした、自分の頃ね。で、今どうですかというと偏差値採点でしょ。だから素点だったら母体制にもよりますよ。どのくらい悪かったりかによって決まってしまうので、47、8も取っていれば多分受かるかもしれません、今の試験って。だからそこに合わせればいいんですよね。特別難しいことを書く必要性もないし、突飛なことを書く必要性もないし、加点になる必要性もないしってことですね。不可もなく可もない答案が多分一番良いんでしょう。だから今多分合格者の中にも分かれてると思いますよ。すごくできる層と一般的な方ね。一般的な方になれば良いんですよね、試験ってね。すごくできる方の層ってもベラボンの方ができますんで、これに合わせる必要性は全くないと思っています。で、方針今そう書いたので、それでやっていけば良いのかなと思っていますね。で、素点採点でやって、あと最近の問題ってかなり少し変わってきたかなという感じですね。で、特に25年に担当の基準点変わったではないですか。今39点か、昔は36点以上でって話から39点に変わりましたよね。で、科目別合格点もできてしまってとなりますんで、そこからちょっと論文の傾向が文章的に短くなったかな。特に特実っていう科目です。で、意匠商標はあれわざと落としたいんでしょうね。なんかちょっと抽象的な問題出るじゃないですか、特に衣装ね。ただ今年だけかもしれない、今年までかもしれないですね。もうネタが多分ないでしょう。で、さらに言うと改正は今年はすごく衣装ありますんで、そこに早く適用できないと困るかなっていうのは結構あります。町の方から多分出てますよね、創作非容易性の基準とかね、あとは関連衣装の基準とか出ておりますけど、あれでもまだ分からないんですね。結構いろんなところで議論されてるんで、まだまだ分かっていないっていう状況ですね。あと今商標がトレードレスって形で立体的な商標で店舗状況をこれ保護するってことが今審査基準上でやろうかなって今流れになっています。で、そうするとそれも改正ねって話になると結構大変でしょ。特に衣装は相当変わっておりますんで、昔々もね、改正法でよくやったわけですよ。で、まだ今みたいに改正法が出ていない状況でもなんとなくできたんですね。なぜかっていうと問題点がありましたと、その問題点について判例が出て、その判例に従って大体変わったんだよねっていう流れなんですよ。だから従来通りの勉強をやっていって問題点含めて理解すればできちゃったってことは一般的にあるのね。でも今回の衣装の改正って抜本的に変わるでしょう。対象から変わりますよね。今までの物品の衣装がまずあった上で、あと画像でしょ。画像といった場合はどこまで指すんですかってあるではないですか。で、あるいは建築物ね、建築物って何を指すんですか、内装との関係は一体どうなるんですかってありますよね。長としては多分どっちも取れると言ってるみたいなんで、どうしても取れると思いますよ。いわゆる建築物の部分章として内装も取ることができて、内装全体でも取ることができてってなりますんで、その場合どうやって取っていくのかなってありますね。あと組み物の部分章も取れるように変わったでしょ。
じゃあそれってイメリットはどうなるんですかっていうところもなかなかないと言われてるんで、その辺もね含めて勉強しなかったらいけないし、あと感電症ですね、べらぼうにこれ難しいです、書いてある内容って単純には全くないんで、結構議論今でも察してる段階です。相当難しいなっていうのは本当のところでありまして、審査基準と新しいの出ましたけど、なんでこうなるかって裏がなかなか取れないですね。でさらにこれって一体何を指してるかってことも分かんないってことは結構ありますんで、それも含めてこの講座の中ではやっていこうかなと思ってるんですよ。まず改正の対応を一番最初にやろうかなと思っています。どういう流れでどうなってっていうところですね。特許も変わるでしょう。百二条関係のところって変わりますよね。百二条の、一項関係ね、一項関係で控除になるところってあるではないですか。能力とあとはそこまで行ってませんっていう場合について各控除されますよね。でもそこについてライセンスできる場合についてはライセンス料相当額って合算して決めましょうねっていう規定に変わるのね。であれって裁判で2つに分かれていまして、そこの、一般昔から取っていた見解を取ったんですね、今回の改正って。でその流れがちゃんと分かってるかっていうところでしょうね。だから今年特許は出ると思っていたんですね。そこが102条1項で控除された額って102条3項で請求できるんではないですかって言われていたんで、多分出ると思っていたんですよ。で出ませんでしたね。で商標は商標的使用対応と使用取消審判ってあれば当たったんですけどね、出ると思っていましたけど、あれは当たったんですが、ただ遺書はまさかあんなに漠とした問題かと思いましたね。そうではないと思っていたんで、あれちょっと驚きですよね。広くどうやってか、広い問題についてどうまとめるかっていうところが多分一番のポイントになるんではないですかね、そこはね。で、2番に書いてあるように、問題が抽象的、答えが不明確な問題が特に2章ですかね、多いと。特許は割と単刀的ですよね。今年の1問って多分見たら分かると思いますよ。単刀的に解けるので、あれって。単刀化できればなんとかなるかなっていうところが本当にありますね。だから小難しい議論って、これは一切この辺はやらないつもりです、特実に関しては。ただ意匠とか商標ですかね、あれは議論があるところなんで、結構それってやらないと難しいかなって思ってます、そこのところはね。であとですね、論文式試験は毎年単刀通過した人が受ける試験なんですね。これはご存知の通り。でそうなっちゃうとなかなかやっぱし論文って難しい感じがしますよね。一応ある程度の記事歴あの知識ある方が受けますんで、なかなか難しいかなっていうところあるわけですよ。あと丸バツで切れませんので、文章で書くんでしょ。でそれ慣れてる人にとってみたら、そんなに難しくはないのかもしれないけど、初めて書くって人いらっしゃいますよね。書いたことは一回もないとかね、ないしは今までやっていたんだけどダメだったっていう方ね、これはなかなか難しいのかなっていう感じはします。で昔々はやっぱり論文が難しかったのは確かね、九死のところとか、あと平成14、5、6年はこれ難しいです、論文って。で20年ぐらいになってから少し優しくなりまして、ただ事例に変わったんですね。文章長くってどうこれ突破できるかってところが、一番の問題点でしょ。早く読めますかっていう感じですよね。文章を見てパッと答えが出ないと多分時間なくなってしまって終わるんですね。でも25年ぐらいからだいぶ変わったでしょ。文章短いですよね。そんなに長くない。今年の問題だって長くないではないですか。これ問1ですよね。で問題文ここだけでしょ。抽象的、これ上げてないけど抽象的な問題でこれしかなくて、あとは小問括弧1括弧2括弧3ってなっていて、そんな問題ですよね。で何をどう書いたらいいのかって、そこのこの部分で見ちゃうと大体これ分かるんですけどね。あとはこれ左右上見るんですよ。最初から上見ちゃうと解けないんです、時間的に。でこれを訓練していこうかなと思ってるんです。できればこの中でやっていこうかなと思ってまして、まず読み方ですね。あとは通常皆さん書くのは何文字くらいで書いてますかね。大体今マックスで2000字前後でしょ、書ける内容って。そうじゃないですか。で私の時は大体3000字なので、今2000字ですよね。で2000字で書くと大体このくらいしか書けませんっていうのは絶対あるのね。で指、まあ、レクの書い取り見てると2360ぐらいありましたよ。誰で多分書けるかというと書けないのかなっていう感じがするのね。本試験では多分時間がないでしょう。おそらく落としてしまってってありますんで、どうやって書いていったらよいのかなっていうところね。だこれは2000字でどう書いてどうするんですかってやっていこうかと思ったんですよ、実際上ね。であと2番見てください。じゃあ現在どうかって書いてあって、書展採点ではない、あと小問形式が多い、あと項目落ちがないような形になれば一応特実って受かりますね。項目落ちてしまったとか、あと結論逆に書いちゃったって話になると厳しいからっていうのは本当のところね。特に今年の特許はそうだったのかなっていう感じはします。結論逆に書いた。
特許査定になったので分割ができますかってやつね、全治でね、できないんですけど、これ間違えちゃったって人はやっぱ厳しいかなっていう感じはしますね。そこはね、よく見ればよかったろうにっていうところだけどね、多分担当免除という制度ができてしまったんで悪い傾向になっちゃったのかなっていうのは、これは風俗とは感じがしますね。昔担当免除ないとなかったら絶対気づきますよ、見た瞬間。わざわざ全治と書いてあるんで、なぜって止まるんでしょうけど、多分止まらないで書いちゃったんでしょうね。これしょうがないんだけどね、やっぱそれ止まらないとダメだなと思います。これも含めてやっていこうかなと思っておりましてね。だから現在の試験はどうですかというと、3番ね、予備校の模試をわざと外す傾向って、顕著になってきましたよね、なんかね。出さない方がいいのかなっていう感じはしますけどね、直前までね、本当の問題点って。あとは非公開のゼミかなんかで言って、これしか出ませんっていうのが一番いいのかなっていう感じがしますけど、多分全部買って見てるんじゃないですかね、試験員の先生って。でそこからわざわざ外す傾向があってっていうのがあるかと思うので、そこはちょっと面倒くさいのかなっていうところですね。あと具体的な問題なんだけど、テンプレートをこれ覚えてしまうのはいいことです。項目上げてどうしてっていうのね。でもそこだけ引き取られちゃうと全部これ書こうとして当てはめちゃうんだね。で多分時間がなくなると思うんですよ、やってしまった場合って。でそこで失敗するってことが結構あるわけね。書き始めは多分テンプレートの流れって覚えて書いた方が絶対いいんですよ、形になりますから。そこはだけど、それ省略やっぱりできないと多分ね、書ききれないんだよね。書ききれないし時間がないんですよ。出力あったらいいですよ、昔みたいに3000字を書くっていう試験だったら多分出力があるだと思います。でも現在は約2000字で書くんでしょ、となるとそこまで多分ないと思うんですよね。となると全部テンプレートのような形で当てはめていいんですかというと、ちょっとまずいかなっていう感じはしますね、やってみてね。あと、答案の型プラスアルファがないとダメなんだって言うんだけど、そうね。だ判例どうですかというと、ベタな判例知識が最近出てこないですね、特に商標ね。昔はベタな判例出てきたではないですか、覚えて書けばよいってやつね。で今はというと、今年の商標もそうだけど、あれ下級試験2つに割れてるんでしょ、最高判例ではありませんよね、商標的使用対応かどうかっていうところについては下級試験に割れていてっていうところでありまして、どうですかとなると、これは判例を知ってるんじゃなくって、考え方を多分通ってるんでしょうね、おそらく。でベタの判例だけっていうのは最高裁でやってしまったら終わりますんで、それはそれでってなるんでしょうけども、考え方を通ってるんだね、そこは下級試験だけで知ってますんで。でこれは説明していこうかなと思っています、流れですね。なんでこういうふうに分かれるかっていうところですね、そこは。で論点的なところは出ないよって人もいるんだけど、これは昔はね出たかったかもしれないけど、特にこの3年の近い見ると消費は出ますね、やっぱし出るかなっていうところでありますんで、これはだから消費はそれをやろうかなと思っています。だから科目によって分けようかと思っていて、特実はどちらかというと項目重視、パッパッパといかに上げていって、あとは点数何点かと読める知識ね。特に今年の試験を見ていただくとお分かりのように、特実って100点とは書いてるけど、小問1が何点で、2が何点で、3何点でって振っていないですよね、ここね。で今度はこれ割り振りして書くんですよ、書く時って。じゃないと多分頭でっかちで最後は書けなくなるんですよ、おかしいなっていう答案になっちゃうからね。でこれ見るとどこから見ます？普通お尻見るんだよね、普通見ますよね。で見るとこれ書いてありますね、これ一番最初の時ちょっと言おうかなと思ってるんですけど、カッコ1ってところだけ見るとここですかね。当該補正の内容が、これ書いてある、補正の内容、これだけ見てね、補正の内容が補正要件を満たすと考えられる理由を特許の規定に言及して説明するんだよね、言及して説明だよね。でカッコ2はどう書いてあるかというと、およびオチの判断が正しいか否か、およびその判断の理由について根拠となる条文、特許の規定と、特許の規定書くんだよね。これ答えは44条、1項2号でしたっけ、括弧だよね、そこなんだけど、この規定と趣旨書くんだよね、これを書いた上で結論って導いてくれませんかと言ってるんで、これうまくそう書かないとダメですね、書き方も。で趣旨を展開してと言ってるんだから、通常だったら多分2番の方が上で1番は少ないと思うんですよ、記載量としては、各記載量ね。ただ補正という話になると結構検討すべき事項が増えるんで、どうかなと思いますけど、これだけ見ちゃうと多分2対3ぐらいですかね、各ウェイトとしてはね。でそれで書いてしまって、であとはそれに合った形で答案まとめればいいんですけど、でそうじゃなくって情報欄の補正の要件全部検討してやっちゃうと、多分ここだけで40点いくんですよ、各1で書いちゃうと。でそうなると多分書けなくなっちゃうんだね、後ろが。であと2番とか見ると、
第5にですか、見ると、これ書いてあるのは何かというと、特許協力条約の規定に言及して、簡単に説明だから、簡単に説明すれば良いんでしょう。さっきは説明せよだったですね。こっちは簡単にと言ってるんで、簡単に説明するんだよね。で、言及するんでしょう。だからこれ多分条約上の規定について書くんでしょうね。どうなったこうなったってことを書くんでしょうね。で、2番に書いてあるのは何かというと、質問 A がどのように取り扱われるかについて、特許協力条約および特許の規定に言及しつつ、言及しつつんだね。簡単に説明しろだからね、言及って。これをした上で、簡潔に書いてくれませんか。だから説明ではなくって簡潔に書くんだよね、書くときって。だから全体から見ると、1問目は多分60点ぐらいいくんじゃないですかね。2問目が多分40点で、1問目のこの小問括弧1括弧2が何点取れるんですかってこれ割り振って書くわけですよ。で、おそらく2対3、もし記載量が多かったら等価値ってことになるかもしれないけど、パッと見た瞬間2対3ぐらいで多分書いていくのかなっていう感じがします。で、全体で2000字になりますんで、そうなると大体何字書いていいかって分かりますね。大体これが400から400ぐらいですね。上が下が600とかそのくらいになるのかな。で、もし書けないんだったら500、500でもいいんですけど、大体そのくらい。で、これに対してこっちの方はというと、40点なんで、20点、20点だと400、400ですかね、文字数は、大体は。で、そこで書いていけば多分これ埋まると思うんですよ。で、この制約ないって書いちゃうと、バーッと書くんだよね、多分。で、今回はこれをやろうと思ってます。で、全て2000字以内で収まる答案に書こうと思っていて、で、本試験で多分やるつもりです、全部。で、今来てる方が多分パッと見た瞬間、初心者ではない感じがするんで、まあ、それでいいかなと思ってるんですよ、やることに関してはね。だから、なんで落ちてしまったのかってあるではないですか。論文って受けてもダメだった、ないしは全くできないんだってあるではないですか。多分ね、配点読みができないんですよ。点数の読みができないんですよ。で、その上で、あとは何を書くべきですかっていうところについてもパッとこれ浮かばないんだよね。で、これも問題文見ちゃうと、大体これ分かります。何を書かせたいかっていうところは分かっちゃうので、あくまで担当なんだね。で、それに従って書けば良いんですって話になりますんで、特に特次はそんな感じ、特次はそんな感じです。解ければ多分受かると思いますよ、試験的には。で、間違うとダメだった話になりますんで、どうかなっていう感じがしますけどね。まあ、そういった意味では、あと4番、担当知識はまず万全であることが絶対これ必要条件です。担当知識がまず万全であることがないと失敗しますからね。特に今年の1問目の括弧2ですか、前置審査の登録査定ね、分割はできるんですかと、できませんとなるところなんだけど、できちゃうんだと書いちゃったでしょうね。もうその瞬間終わりますんで、終わってしまうんで、多分これはまずいわけですよ。担当知識は万全であることと、これは多分ゼミなんで当てていきます。どうですか、こうですかという観点で当てますんで、やり方はね。だと、担当知識は万全でも答案書けないとしても言いますよね。こっちもいいですね、結構。多分それは論文書いたことは多分ないんでしょうね。でも、これ法律論文ではなくって、法律的な論文でいいのね。ともかく書けばいいわけですよ。言われた通り書けばともかく受かりますんで、試験って。僕はね、小難しいこと書く必要性全くなくってってなりますんで、あと、配点と時間、これ決めて書くって話に当然なりますね。問題は配点の時間、あと何をこれ書いてもらいたいんですかっていうところを読めるかっていうところだけで、これ間違いなかったら絶対受かります。特次という科目が受かりますね。で、難しいのはっていうと、6番に書いたような衣装とか商標ね、バックとした問題。で、これは一応つけたと思うんですけど、今年ですかね、今年のやつだと、これ書いてないか。あるね。問1は簡単なんですよ。ただ問2ですよね、これ。産業財産権を保護する法律として、特許商標とは別に意匠が存在することの意義ってありますね。これを書くんでしょ、意義。で、産業財産権とわざわざ書いてありますね。なんでこれ書いてあるかなって、普通止まりますね、このところはね。で、各法律の目的および主な特許権、登録要件の移動に言及した上で書いてくれませんかって書いてありますね、ここは。どうまとめるかってとこ、これ難しくないですかね。法的な目的の違いって、まず意義の違い書いて、登録要件の違いって書くんだけど、商標と意匠って要件全く違うではないですか。片方捜査法で片方競技法なんでしょ。全然違いますね、これ。真面目にこれ比較しちゃうと、多分そこだけで言っちゃうんですよ。で、最初に書いておくんだね。産業財産権って2つに分かれるんだって書きますよね、競技法と捜査法と。で、商標は競技法なんで、登録要件と全く違うんで、比較になりませんと書いちゃえばいいんですよ。
で、あとは特許で比較するってことを思い切り書いちゃうと、大体これまとまるんですけどね、それ書けないとちょっとなかなか書けないかなっていう感じはしますね、このところはね。いかにまとめて書けるかっていうところは、どっちかというと旧試験に近いんです、これって。昔はそういったもんなんで、まとめちゃうんですね。で、バチで3つにこれ、分けて検討しましょうねってやっちゃうと、これ50点しかないんでしょ？一章って書いてあるじゃないですか、50点って、点数が。書けないですよね、多分。そこはね、ある程度まとめるっていう作業が必要であって、だから産業財産権を保護する法律としてって書いてあるのかなっていう感じはするんですよ、これ見ると。で、さらにこれを比較する、比較さらに見てみると、他について書いて、および立体的形状の商標から意匠に変更できますかって書いてあるね、カウンタリーはさ。で、立体商標を取ってわざわざ聞いてるのは、形状が似てるからでしょ。で、さらに今度、内装等についてもやろうねと言ってるわけね。あと、建築物もね。トレード率ね。で、似てますんで、だったら変更ってできるのかなっていう感じがするんだけど、できないんでしょ。法対象が違うからってことになるかと思うんだけど、それをうまく書けるかっていうところが本当のポイントなんでしょうね、この問題って。特に立体商標との関係でと書いたんで、単なる商標と意匠との変更と書いちゃうと台からずれますね、実際は。立体的な形状との関係でと書いてあるんで、これやっぱし意味があるわけですよ。で、おそらくそれ書いてないと加点じゃなくて減点なんでしょうね、書いてない話になりますんで、あまりいい点数はつかないのかなっていう感じはしますね。ただ相対評価だから分かりませんけどね、そこはどうかっていうところは。でも一般的にそうかなっていう感じはします、ここはね。で、こういう問題ってバクとしてるでしょ。で、さらに30例の問題も、1つの意匠って一体何ですかって聞いていますね。1意匠って一体何ですかと聞いてますんで、これも難しいですよね、言ってみたら。何を聞いてるのかなっていう感じがしません？7条変わりますからね。そのことを聞いてるのかなっていう感じもする一方で、どうかなっていう感じもしますけどね。1つの意匠ってね、何を聞いてるのかなっていうところですね。ここね。意匠法2条その他の関連する条文に照らして説明してくださいって書いてるんで、何を聞いてるのかなっていうところが、なかなかこれ、ないを取るのは難しいのね。これらの問題って。結構ね。で、これはやらないとちょっと難しいですよ。大把握って。2問目。特に意匠ね。意匠法は難しい。何を書いていいのかなっていうところがね。ただ来年はっていうと、多分ね、改正の部分ばっかしですね、出てくるのが。で、この問いの位置だって変わるかもしれないしね、回答例が、全然。関連使ってた話になると、新ソ連とこれやって使わなくても救済しますって規定もあるでしょ、10条2項ね、新法だとね、なっちゃうんで、そうなると変わっちゃうかもしれないしね、抜本的に変わりますよ、この回答自体がもう、全然。だから今やってる勉強が使えないかもしれないんだね、それが難しいかなっていう感じがしますんでね。だ改正のところはやっぱしやっておこうかなと思ってまして、この講座の中でもできればね、話す機会あまりありませんので、私2年目の講座持っていないからやりませんので、入門でやるか、さもなかったらこれでやるかってことですね。で、早くやるのはこの講座って話になりますんで、やろうかなと思ってます。具体的に立ってくるのは多分参考審の、ワーキンググループの明けが終わってからレクでもやると思いますけどね、具体的内容についてはね。ただ早くやった方が良いでしょう。今分かっている範囲ではこうなっているんだってことでやった方が絶対いいと思ってるんですね。衣装についてもしかり、商標しかりね。商標も TPP の関係で変わりましたよね。なんで変わったかってありますよね。あそこもね。条約の関係で変わったんですけどね。商標の38条3項ね。括弧のところね。変わりましたよね。それもそれの話をしていこうかなと思っています。で、適用法令もこれ、暫時変わってるでしょ。5月からもう施行されちゃうのと、7月からってそのってなってんのと、あとは来年か、さらに再来年かから施行ってのがありますんで、それによっても違ってくるんだね。衣装の7条関係は令和3年から施行でもいいんだよね、別にね。でもこれ、こっちの方はもう入っちゃってるんで、7条関係もね、入っちゃってるんで、いや、これ変わってしまってるのかなって一瞬思っちゃうんだね、条文集見るとね。変わってないものがありますんで、それは。で、全く関係ないものと関係あるものはこれ混在しちゃってるのに今条文になってるんで、結構大変かなと思ってます、そこのところはね。それもお話をしたいと思っています。で、また戻っていただいて、この講座で目指すものとまず書いてますね。旧司法試験ってこれシート連ってあったんですよ。で、シート連って何かっていうと、まず実際の各答案の前提であるプレ講義ってやるんです。大体これと似たものが出てくるから、これと同じもの、似たようなものについて自習を出すんで、やりましょうねってまず講義やるんですよ。で、それで自習書いてもらうのね。で、最低はその先生がやるってことになっていまして、それと同じようなことをやっていこうかなと思っています。で、あと論点については説明します。大体。
商標だったらこれが論点で、今年は出そうかもしれませんってやつね、ありますんで、説明していきます。で、講座の進行はっていうと、これ載ってますよね。これ。なんか、すごく見にくいんですけどね。これか。プレ講義やって翌週に書いてもらって、またプレ講義やってまた翌週書いてもらってっていう流れにずっとやっていきますんで、多分全く分かってない問題が出ることはないと思っています。ある程度説明しますんで、でそれを実際書いてもらうんだよね。で私が採点します、一人一人ね、大体どんなことかって。じゃないとほら共通じゃないとずれるかもしれないではないですか。採点するんで、大体何点取れたのかなってやるつもりです。で素点でやります、もちろん何点でいったのかなって見るんで、そこはね。でお返ししますんで、それをじゃあ、ね、毎週毎週やっていこうかなと思っています、ね、あとは先ほど言いましたように、一生のところに解説ですね。今分かっている範囲では説明します。これこれこうなっているんで、こう変わる予定ですって話ね。ってなると、答案って今こうなっているけど、こう変わって書くんだってあるでしょ、過去問だったらね。まあ、それを説明していこうかなと思っています。でそれで毎回毎回やっていきますんで、だから全く形が分からない、書いたことない人でも多分ある程度は書けると思いますよ。で本試験の教材が、本試験が一番いい教材ね、やるんだったら、これは1年目だろうが2年目だろうが、これ一番いい教材に決まってるわけですよ。だってそれを受けるんでしょ、試験って。でそれについて説明しますから。で配る答案例は2センチで全部書くつもりです。2センチで、それ以上書いちゃっても多分書けませんから、実際上で、あとは配点何点何点何点で自分で決めてって書きますんで、皆さんどうなったのかって聞きたいのね。これ配点何点にしたのか、根拠はどこにあるかっていうところね。でそれに従って大体点数決まるし、書く内容決まるんですよ。で書かないでやっちゃうと、頭でっかちで尻すぼりに答案になるんで、それは回避してもらいたいと思っています。まあ、そういう中身でやっていきますんで、だから1年目が受ける問題ものですかというと、1年目受けても構わないし、ないしはある程度やった方が見直しって形でやってもらっても構わないと思うのね。で人数が少人数でありますんで、具体的に何が問題かってことについてお答えしたいと思ってます、ここはね。まあ、それで進行していこうかなっていうのがこの講座となりますんで、どうですかね、一般的にマスプロでこうずっとやるようなものではありませんので、当てていきますんで、それに応じて答えていただければ良いと思ってます。衣装しかり、特許しかり、商標しかりね、改正しかりね、全部やりますんで、であと担当知識は大丈夫かっていうところについても確認します。大丈夫かなっていうところね。でこれができないと落ちますんで、論文って絶対に。で見ていこうかなと思っていますね。で、まあ、できればですよ、来年度皆さんに受かってもらいたいと思ってるのね。今日みたいな ここに来てるんじゃなくて、来年は今ちょうどエルタワールでやってるんですかね、講師の練習会ね、あれを受けるとか絶対やってもらいたいと思ってるんですね。でやっぱし長く受験はするもんではないですよ。まあ、でも長くても3年ぐらいで出てもらいたいですね、できればね。と思います。でできればそうやって受かってもらいたいかなと思っておりますんで、まあ、なんだろうな、興味のある方はぜひ取ってもらいたいなと思っています。改正法とか含めてやりたい方ね、ないしは書き方がわからないっていう人ね、あとバックとした問題が苦手っていう人ね、あと配点が読めませんっていう人ね。でこれは一番問題なんですよ、配点が読めないっていうのは。点読みができないって話になると書けないんですよ、パッと。でそこから書いてもらいたいなと思ってます。で教材は基本的に書く問でやっていきますんで、で配ります。書いたと思ってこう書くんだというところで配る予定です。で、まあ、それについて勉強していきましょうというのがこの講座の講師になりますので、まあそれに照らしていいのいいかなと思っている方はぜひ受けてもらいたいかなと思っております、ね。じゃあ大体30分でと言われたんで、今ちょうど30分ですね。まあ、全体の方はこれで終わりたいと思っております。あとは個別に聞いていけば、まあ、なんか質問ある方は聞いてください。じゃあ全体はこれで終わりたいと思っております。お疲れ様でした。